っていうことがあったんだよね。そうなんだ。それは大変だったね。うん、すごい悲しかったよ。でもありがとう。いつも僕の悩みを聞いてくれて。いいの、気にしないで。私でいいならいつでも話聞くよ。桜井さんって本当にいい人だよね。クラスのアイドルなのに、こんな地味でネクラな僕の話をいつも聞いてくれて。ハムハム、パン美味しい。でも、あのさ、前から不思議に思ってたんだけどさ、なんで僕と喋るときいつもパンを食べてるの？君ってさ、容量悪くて、何やってもうまくいかなくて、友達もいなくて、家族にも嫌われてて、話す内容が不幸な話ばっかりじゃん。まあ、うん。そうなんだけど、あんまりはっきり言わないでよ。でさ、人の不幸は蜜の味って言うじゃない。言うけど、ってまさか。だから、君の不幸話を聞いてると、すっごい甘い蜜の味がして、パンがすごく美味しく感じるの。いや、本当に人の不幸話聞いて蜜の味がする人間いたんだ。てかそんな理由でいつも僕の悩みを聞いてくれてたの？優しいからじゃなかったの？そうだよ。君のことなんて何とも思ってないよ。でも君の話はすごく甘くて美味しいから聞いてるだけ。これからも不幸のどん底でもがき苦しんで、私にたくさん甘い蜜をちょうだいね。道理で、こんなクラスの一軍女子が二軍の僕の話を親身に聞いてくれてたわけだ。君は二軍じゃないよ。桜井さん、やっぱり本当は優しいとこが。よくて五軍じゃない。自分のこといいように言わないで。ひど、僕のことそんな風に思ってたの？あ、おいしい。今すっごい甘い蜜きた。もっと不幸になって、もっとおいしい蜜になってね。桜井さんは僕のことなんだと思ってるの？パンにつけるやつ。まんま蜂蜜じゃないか。もはや人ですらないじゃないか。ちょっと待って。桜井さんって、いつも僕のこと君って呼んでるけど、もしかして、僕の名前、知らない？もちろん知らないよ。調味料の名前なんて興味ないし。本当に人として扱ってないじゃないか。ひどすぎるよ。桜井さんがそんなにひどい人だったなんて。僕の悩みを聞いてくれてるのかと思って嬉しかったのに。もうやめてよ、僕の不幸話を蜜にしてパンを食べるのは。嫌だよ。君って本当にどうしようもない。幸せの一かけらもない。不幸を寄せ集めてできた人間だから。君の不幸話は本当に甘くて美味しいの。おやつ代わりに最高なの。だからやめられないよ。それに、本物の甘味料と違って、君の不幸話はカロリーゼロだから、どれだけ甘くても罪悪感ゼロだしね。カロリー的な罪悪感はゼロでも、人としての罪悪感は感じてよ。でもさ、私がおやつ代わりに君の不幸話を聞かないと、君クラスで話し合えていないよ。それでもいいの。残りの高校生活を誰とも喋らず過ごしても。それは、蜂蜜代わりで人間扱いされないとはいえ、クラスのエースで超絶可愛い私が話を聞いてあげる人生の方が良くない？確かに。実利を取るべきか、プライドを取るべきか。あ、おいしい。君が不幸になればなるほどおいしい蜜が出るから、これからももっと不幸になってね。でもさ、食事をするときは幸せな話の方がいいんじゃない？僕の幸せな話を聞きながらパンを食べるのも美味しいんじゃない？嫌だよ。人の幸せな話なんて食えたもんじゃないよ。犬も食わないよ。でも玉ねぎみたいにさ、犬は食べられないけど人は美味しく食べられる食材だってあるじゃない？それとこれとは話が別でしょ。それに、君みたいな不幸人間に幸せな話なんてあるの？あるよ。どんな？最近生き別れのお母さんと再会して、肩身の狭かった父親と再婚相手の家庭から離れてお母さんと一緒に暮らすことになって、今すごく毎日が幸せなんだよ。あ、そう。まあ美味しくないと思うけど、パン食べてみるね。うま、何これ、甘くはないけど旨味がすごくある。超美味しい。高級な和食のように複雑で繊細な味わいが口いっぱいに広がる。芳醇な香りが鼻孔をついて、幸せな香りが体全体に行き渡る。こんな美味しいものを食べたの初めて。ほらね、人の不幸話を聞くより幸せな話を聞きながら楽しく食事をする方が絶対に美味しく感じるんだよ。確かに、美味しさなら断然こっちの方が美味しい。だからこれからは不幸話じゃなくて、
僕の楽しいお話を。でも幸せな話なら君じゃなくてクラスの一軍のイケメンや可愛い子の方がたくさん持ってるから、もう君とお話をする必要なくなったわ。え？もう君は用済みになったから、君と話すことは一生ないよ。もう二度と話しかけないでね。じゃあね、バイバイ。そんな。わ、過去一甘いの来た。やっぱりたまにはデザート代わりに君の不幸話を聞いてあげるね。